日本映像翻訳アカデミーは日本映像翻訳アカデミー株式会社が運営する東京都中央区にある映像翻訳学校1996年に開校した日本映像翻訳アカデミーは映画の字幕や吹き替え音声など映像コンテンツの翻訳者を養成する職業訓練学校である1996年に開校以来多数のプロを輩出テレビ局や 映画配給会社などの映像翻訳業務を受注するメディアトランスレーションセンターを有し、教育と職業の一体運営を強みとする。2019年8月27日に強固な情報セキュリティ体制を保持する企業に与えられる国際企画 ISO-IEC27001-2013 の認証を取得した。2020年9月29日。 1> 第1回維持審査において登録維持の承認を得た。人生において英語の習得に多くの時間をかけている人を育て支える。受講者ごとに目的が異なる。英会話学校などと違い、全員がプロの映像翻訳者になるという目標に向かって徹底的に技能を学ぶ。映像翻訳イコール映画の字幕制作という狭い考え方ではなく、 様々な映像コンテンツに対応できる翻訳手法を学び、自律的かつ長期的なキャリア形成を支援する。国内の映像翻訳市場は成長を続けている。ハリウッド映画やサッカーのワールドカップなどのスポーツイベント、ニュースやドキュメンタリーなど、海外の番組を見ない日はない。インターネットによる視聴も増え、米国で人気のリアリティショー、テッドやムックなどといったビジネスや、 教育分野も急増しており、翻訳映像コンテンツのジャンルは多様化している。米国ではインターネットによるビデオオンデマンドサービスでの視聴が急増。ネット配信を手掛ける米ネットフリックス社の会員数は2013年10月に全世界で4000万人を突破。2020年3月末の時点で1億8286万人に達した。映像翻訳ニーズは、 拡大を続けるだろう。視聴スタイルの変化も激しい。最たる例は吹き替え音声による視聴の増加。例えば2014年7月下旬に興行収入250億円を突破した映画アナと雪の女王は吹き替え音声による視聴が約半数を占めると言われる。5G の商用化スタートに伴い2025年までには スワドの人口は11億人に達すると言われており、利便性の高い吹き替えのニーズは世界で高まり続けている。視聴コンテンツやスタイルが変化する中、映像翻訳手法も多様化している。従来の字幕に加えて吹き替え音声やナレーションなどがある。例えばドキュメンタリー番組では状況描写をナレーションで解説し、出演者の発言を 字幕や吹き替え音声で行うなど、一つの映像で複数の翻訳手法を求められるケースは増えている。こうした変化にもかかわらず、映像翻訳志望者の多くは、映像翻訳イコール映画の字幕制作とのイメージが強く、現在の業務ニーズや求められるスキルの間にギャップが生じている。日本映像翻訳アカデミーでは、いち早くこういった課題を認識し、業界内外での啓蒙、 学校のカリキュラムや指導にも反映するなど、精力的に活動している。1996年10月に開校以来、2014年3月末までの卒業者数は約1500名。その中からプロとして活躍する映像翻訳者数の割合は約60%と、一般的に卒業者の数程度がプロになればいいと言われる中、高い数字を誇る。 同校を卒業した著名な映像翻訳者として、映画、スパイキッズシリーズ2.3、バンヘルシング、オデッセイ、サルの惑星、聖戦記などを手掛けた前田美幸氏、映画、アフターアース、ボヘミアン・ラプソディ、テレビシリーズ、ロイヤル・ペインズ救命イハンクなどを手掛けた、瀬尾祐子氏などがいる。ミッションに基づき、幅広いコンテンツや翻訳手法に対応できる能力を学ぶ。 同行では映像翻訳者に必要な能力、資質として6つを定義。それらを網羅的、体系的に学ぶための緻密なカリキュラムを設計。それを実施するために毎回講師を変えるなど、徹底した教育方針を採用している。授業は事前課題に取り組んで臨む全課題性や反転授業形式で進められるため、厳しいが振り替制度などを活用して、 仕事や家事との両立を図る受講生は多い。講師はテーマごとに変わるが、面談や授業内容のフォローなどは専任のチューターがついて行われる。そのため最後まで授業を受ける割合は85%と高い。プロになるまでの道のりも明快だ。総合コースを受講後、実践コースを受講。実践コースでは実際にクライアントから受注した場面を想定した。 模擬演習を繰り返し、プロになるための実践的なスキルを磨く。実践コース終了時に受けられるトライアル、終了後に随時受けられるオープントライアルに受かれば、実質的にプロデビューを果たせる。トライアルを合格した後にプロデビューを果たせるのは、同行を運営する日本映像翻訳アカデミー株式会社が、テレビ局や映画配給会社などから実翻訳業務を受注する。 メディアトランスレーションセンターの存在が大きい。そこで活躍する映像翻訳ディレクターの指導のもと、プロとしてのキャリアを重ねられる。複数人の映像翻訳者で一本の番組を手掛けるチーム翻訳というデビュー時の負荷やプレッシャーを抑えて持続的に成長できる仕組みもある。東京中央区日本橋にある本校では、英語の映像を日本語に翻訳する。 英日コースを中心に日本の映像を海外視聴用に翻訳する日英コース、英語力を高めるイングリッシュクロックなどがある。さらにハリウッド映画の拠点で学ぶロサンゼルス校での留学プログラム、アルクと共同で運営する映像翻訳ウェブ講座、バリアフリー字幕や音声ガイドを制作するスキルを学ぶ講座などがある。 映像翻訳のみならず、日本語表現力を磨く講座や、独立後の営業方法などプロのフリーランスを支援する課外講座なども用意する。映像翻訳を通じた学生向けの教育支援、事業活動も活発化している。東京都中央区立時は小学校、宮城県立宮城の高等学校、青山学院大学総合文化政策学部など、 小学生から大学生まで幅広い学生を対象に英語、翻訳、国際コミュニケーション、キャリア体験学習などをテーマに据えた教育支援事業を展開する。一日体験学習や講演といった短期的な活動はもちろん実際の授業や単位取得科目として採用される事例が急増している。例えば、三重県立川越高等学校では国際文理科2年の 全クラスを対象に、英語力強化を目的に、映像翻訳の授業を学んだり、明星大学人文学部国際コミュニケーション学科では、同校で活躍するプロの映像翻訳ディレクターの授業を受けて、最後に映画祭の上映作品の字幕を制作して単位が付与されたりするといった実践的な内容が増加中だ。英語教育の低年齢化。 国際コミュニケーションやグローバル人材育成の推進、早期の職業訓練によるキャリア育成や就業率向上などの目的から今後も学生向けの教育支援事業は拡大が見込まれる。映像翻訳の啓蒙、普及活動も積極的だ。国連の中日事務所が2006年より開催している移民や難民に関する映像作品を扱う。 UNHCR 難民映画祭をはじめとして、多数の映画祭へ、ボランティア翻訳者の派遣や協賛を行っている。アルクと共同で、映像翻訳の楽しさを伝える、映像翻訳コンテストを2018年まで開催、協力した。同行の代表権経営者を務める新田直樹氏は、永遠日、日英翻訳国際会議で講演するなど、 国内の映像翻訳業界を主導するリーダー的存在である。映像翻訳者がその技能を遺憾なく発揮して選び取った一つのフレーズが映像作品の市場評価を高めた事例は枚挙にいとまがない。これからも変わらないだろう。言葉の仕事とはそのように微量だが決定的な違いを追求し社会に問いかけ続けるものだからだ。同士の熱い思いに触れて 入学を決める人も多い。大手出版社の雑誌編集者として活躍後、編集者及び映像翻訳者を育成する動向を立ち上げた。現在も日経ビジネスや日経ビジネスアソシエといった経済史を中心にビジネス書の書評を書き続けている。2018年9月には映像翻訳者の思考順度を具体的に紐解く電子書籍。 字幕翻訳とは何か一枚の字幕に込められた技能と、理論を発行した。日本映像翻訳アカデミー、ジャパンビジュールミディアトランスレーションアカデミー、ジャタ日本、映像翻訳アカデミー株式会社進学直木ジャパン、ビジュールミディアトランスレーションアカデミー、ロサンゼルス日本映像翻訳アカデミーロサンゼルス港、発給対象校所在地3510トーランス、ブールバール。 スイート219トーランス CA9503 USA ありがとうございます。